皆さんこんこにちは森崎ありです。今日はこの切り傷メイクをしていきたいと思います。<laughs> 今日の主役はこのアイブロウコートになります。このアイブロウコートを使って傷メイクをしていきたいと思います。まず用意するものはペンシルアイライナーか、えー、ジェルライナーを用意してください。下書きを薄くしていくんですけれども様子を見ながら濃く濃く描いていってもらって2個3個傷をつけてもらってライナーを使ってもっと濃く いいていきます中から外に傷をかくようにしていくと、えっと、傷の深さだったりが表現できるかなと思いますと切り傷メイクなので、えっと、中が、えっと、何だろうな傷が深くなっているようにしたいので中を濃いめに私は今回描きましたで、えっと、黒を多めに描いてますで次も同じように黒を濃いめにですね中を濃く塗って。 で赤もま加えていくんですけれども、とその延長線上に赤を加えていきます。で赤と黒をぼかしながら加えていくんですけど、中を濃いめに赤をねポン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 ってこんな感じで乗せていって、まあ、ぼかしながら乗せていくような感じになります。 ここが結構重要になってきます。で、あの赤が多すぎてもと浅黒くなってしまうし、赤が少なすぎても黒くなってしまうだけになっちゃうので、あの傷の深さだったり、浅さだったりとか、自分の表現したい傷をちょっとここで調節してみてください。ここで登場するのが主役のアイブロウコートになります。このコートを重ねて取れないように。 乾かしていきますすドライヤーとか普通に自然乾乾燥ででも大丈夫です乾いたらその上からまた重ねてあの第1段階の工程一緒ですね上から重ねて描いていきます。で足りない部分があるなと思ったらそこに黒とか赤を加えながら傷をどん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 深めていって色味を濃くしたりあの浅くしてみたりとか調節してみてください。 そして納得がいくまでまたですねあのさっきのコートにコートを重ねたりとかしたら血のりを出して血のりをですね上からポンポンポンとこんな感じで塗っていきます。で私は今回、えっと、傷は浅いんだけれども傷の深さが深いっていうメイクをしたかったので1回しかコートはしてないんですけど傷をもっともっと深く大きく作りたい方はコートをちょっと広めに作ってみるのもいいかもしれないです。 で、上から血のりを重ねてと、こういうね、スティープルスポンジだったり、キメの粗いスポンジを使って傷を作っていきます。最終段階になりますね。とこういう感じで、なんだろう、こするように、シュッシュッシュッって血のりを重ねていくと、傷みたいに、こすれた傷みたいになります。はい、ということで完成しました。これがですね、10分15分くらいで完成したメイクになります。結構今回のメイクは、 簡単に見えてちょっと難しかったかなと思います。やっぱり重要なのは、この黒のジェルライナーと赤の組み合わせだと思います。このアイブロウコートを100均で買えるので、皆さんよかったら使ってみてください。それでは森崎アリスでした。またね、バイバイ,バイ,バイ,イの id はこちらにあります。良かったら皆さんチェックしてみてください。次回の動画もお楽しみに！じゃ Thank <laughs>